どうも、フィッシャーズ渋です。どうもです。最近増えたホラー系でございます。まあ長らくねやれてなかったから少しずつ増やしていこうということで、はい、最近はホラー系が多いと。ホラーサイトちょっと前は結構やってたんですけど、うん、ここ最近はねあんまりできてなかったのでやり直そうと。今までどんなのがあったか覚えてる？ガガババ。ああ、世にも奇妙な物語のやつね。そう、脱毛サイトのやつ、ね、脱毛サロン。そう、株式会社闇って覚えてる？いやー、株式会社闇さんが関係してるホラーサイトって結構多いんだけど、うん、株式会社闇最初のやつとそれの進化バージョンみたいなのやったの覚えてる？あ、画面バーンになるやつ。そうそうそう、いやもうあれもう本当嫌だった。リニューアルしたらしい。うわー、いろんな方にあのメッセージをいただいてちょっとやってくださいと。どうやらいつも通りの進化じゃない、変わった形で進化を遂げてるらしいので、今回やってみようと思います。このサイトはマブラブベータに乗っ取られました。地球外生命体らしいのよ。このマブラブっていうのはなんか昔になんかゲームであったらしいんだけど、それのベータ、地球外生命体からどうにかしてあげよう。でこれで了解して進むと、ほら、え、なんかすごいザリガニ男梅みたいなやつがいる。ザリガニ男梅じゃない？ザリガニ男梅、ザリガニ男梅みたいなやつがいるな。なんだこれは。警告、心臓の弱い方、心身の健康状態に不安のある方は絶対に逸脱しないでくださいですって。あ、一応注意喚起してくれるんだね、うん、このサイトに乗り入れています。決して箱を開けてはいけません。了解して進みます。怖い。お、怖すぎる。進んではいけない、進んではいけない、進んではいけない。なんか女性立ってね。警告、警告、警告。DJ になれるよ。そういうシステム。警告。だいぶボロボロの家だ。前もこんな感じだった気がする。おお、うわー、すげえ。コウモリ飛んできた。株式会社闇にできること。え、雲潰せたんだけど。ホラー&ベータ、サテライト鼻の穴みたいな。ほら来たよ。何こいつ、サテライト鼻の穴。え、あ、これなんかエリンギみたいな感じなんだ。エリンギみたいな。伝説的アドベンチャーゲームマブラブシリーズに登場する人類に敵対的な地球外起源種、数多くのプレイヤーに絶望を植え付けたトラウマ製造機、天文学的な数で地球に襲来し人類を滅亡の危機に追いやる。ベータ紹介。眼球イソギンチャク。すっぴんね。すっぴん。ひどすぎだろすっぴん。カメ。カメね。ハチフリーザ。ハチフリーザ。あ、ザリガニ男梅。て。て。ソルジャー級。これエリンギ。じゃあもうエリンギヨーグルトにしよう。エリンギヨーグルト。うん。これサテライト花の穴だ。きた。かわいい感じだよね。あ、ここ前と同じだ。これはガチで怖いな。ちょっと動いてる。会社概要全部消されてベータ万歳になってるよ。これエリンギヨーグルトじゃない？ねえ、エリンギヨーグルト。エリンギヨーグルト。うわあ！エリンギヨーグルトと一緒にいるよこの人。なんか可愛いね。ね、仲いいんかな。ベータが来る。逃げて。チオリリリリリリリってつから連絡してる。何今の？ジャルな。だってチオリリリリリリってやつから。書いてある。あ、エリンギヨーグルト。手前の女性は前もいたな、ね、左下に揺らせって書いてある。え、飛んでった。うわー、エリンギヨーグルト。ちょっとエリンギヨーグルトどいて。あ、近づいた。ベータが来てる。あー、これ前もあった、だるまさんが転んだ。だ、動いてみていい？いいよ。ほれ！来た。うえぇー！男梅！ザリガニ男梅に会えるんだ。ザリガニ男梅！こいつがこっち向いたタイミングで行けばザリガニ男梅に会えます。名前雑だな。ん？人類なるなる人類なるなる人類なるなるって書いてある。人類をなめるな。
ベータに向かってさっきのこの女性側が人類を舐めるなって言ってんだ。ベーとなった今も戦ってくれてんだ。めちゃくちゃ仕事するじゃん。トニが倒れてる。ハエだ。え、うーわ、白骨化してる。ベータにやられたと思うな。すげえ箱出てきた。え、スマホ、手とスマホ。5、2、5、5、7、6、何？ジオリ？ジオリだ。電波悪っ。いいね。受信隊、行くよ。チオリから、助けて、ベータがここまで来てる。なぜ、なぜこんな辺境にまでベータが。ダメ、大量のベータが。もう、どこも逃げ場がない。いや、来ないで。もうダメ。かっこ幽霊だけど。なんじゃ。私が何をしたっていうの？ホラーサイトで来る人を脅かしてただけじゃない。それだよ、問題は。え、目が存在認識、マブラブ情報、2021年動き、8月新作ゲームリリース、10月オルタナイティブアニメ化、年内さらに新作ゲーム、他にも新しいプラットフォームマブラブバースト、4月末ベータ版スタート、詳細はマブラブ公式サイト、2021年オルタナイティブ15周年イヤー、マブラブが新たな始まりを告げる年、マブラブ、それはとても小さな、とても大きな、とても大切な愛と勇気のおとぎ話、そう伝えたい、たった一つのこと、それは。マブラブはいいぞ。うわ、サテライト花のアクト、ザリガニ男梅だ。二人とも来てくれたの。お前気に入ってる二人が来てくれたよ。めちゃくちゃ変なあだ名つけちゃったね。申し訳ない、それだけ謝っておきます。まず、いやその盛り上がりじゃないと思うよ。動画見てくれてありがとう。セカンドリン、ツイッター、インスタグラム、他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。オッケー。